ロバート・ウィテカーは、オーストラリアの男性総合格闘家。ニュージーランド・オークランド出身。オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー在住。ピエメ・スーパー、マーシャル・アーツ所属。元 UFC 世界ミドル級王者。UFC 世界ミドル級ランキング1位。オーストラリア人史上初の UFC 世界王者。オーストラリア人の父親とマオリ系サモア人の母親を持つ。 母親の希望で故郷のニュージーランドで出産後に生後1ヶ月でオーストラリアへ帰国した。父親がウィテカーが7歳の時に礼儀や語神術を学ばせるために片柔流カラテの道場に兄と共に入門させる。9年かかって黒帯を取得すると父親は今後もカラテを続けるかウィテカーに選択させ、ウィテカーは発プ機能を始めることを選んだ。 しかしほどなくして通っていた発布軌道の道場が総合格闘技ジムに改装したため総合格闘技へ転校した。プロの総合格闘家になる以前は電気技師をやっていた。2009年3月14日、プロ総合格闘技デビュー。2012年にオーストラリア人ファイターとイギリス人ファイターの対抗戦、ザ・アルティメットファイター、ザ・スマッシュズのウェルター級トーナメントに参加。 2012年12月15日、UFC 初参戦となった UFC On FX6 のウェルター級トーナメント決勝戦で、ブラッド・スコットと対戦し、3から0の判定勝ち、トーナメント優勝を果たした。2014年2月22日、UFC170 でスティーブントンプソンと対戦し、パウンドで1四個負け。2014年11月7日、 一階級上のミドル級転校初戦となった UFC ファイトナイトロックホールド VS ビスピングでクリントヘスターと対戦し膝蹴りでダウンを奪いパウンドで西小勝ちファイトオブザナイトを受賞した2015年5月10日 UFC ファイトナイトミチッチ VS ハントでミドル級ランキング14位のブラッドタバレスと対戦し左フックでダウンを奪い立ち上がったタバレスに 追撃の左フックで、再びダウンを奪いパウンドで開始44秒の小勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2015年11月14日、UFC193 でミドル級ランキング10位のユライアホールと対戦し、3から0の判定勝ち。当初はミドル級ランキング7位のマイケル・ビスピンと対戦予定であったが、9月30日、ビスピンが 膝の怪我により試合を欠場したため、ホールとの対戦に変更された。2016年4月23日、UFC197 でミドル級ランキング13位の、ハファイル・ナタウと対戦し、3から0の判定勝ち。2016年11月26日、UFC ファイトナイト、ウィッタカー VS、ブランソンでミドル級ランキング8位のデレック・ブランソンと対戦。 1R 終盤に右ハイキックでぐらつかせ、追い打ちのアッパーレンダでダウンを奪いパウンドで TK を勝ち。ファイトオブザナイトとパフォーマンスオブザナイトを同時受賞した。2017年4月15日、UFC オンフォックス24でミドル級ランキング3位のホナウド・ジャカレート対戦。大方の予想を覆して 2R 序盤に右ストレートでダウンを奪うなどスタンドで圧倒し、 にある終盤に、右ハイキックでぐらつかせ、下になった、ジャカレーに、エルボーとパウンドを浴びせて TK を勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2017年7月8日、UFC213 の UFC、世界ミドル級暫定王座決定戦で、ミドル級ランキング1位のヨエル・ロメロと対戦。序盤から中盤にかけては、 テイクダウンを奪われるなど劣勢となっていたが、それ以降は、スタンドの打撃で巻き返して3から0の後、R 判定勝ち。オーストラリア人及び、ニュージーランド出身者史上初となる、王座獲得に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年12月7日、正規王者ジョルジュ・サンピエールの王座返上により、暫定王者のウィトカーが、ミドル級正規王者に認定された。 2018年2月21日、UFC221 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、ミドル級ランキング2位の元 UFC 世界ミドル級、王者ルーク・ロックホールドと対戦予定であったが、怪我により試合を欠場した。2018年1月20日、UFC 代表のダナホワイトは、ウィテカーが、胃のドウ球菌感染症に感染し、 適切な治療が行われなかったため深刻な状態であると発表した。2018年6月9日 UFC225 でミドル級ランキング1位のヨエル・ロメロと再戦。序盤はスタンドの攻防で試合を優位に進めたが 3R に右フックでダウンを奪われ 5R には左フックでダウンを奪われストップ寸前まで追い詰められるな独占を強いられたものの 金差で2から1の 5R 判定勝ち、ファイトオブザナイトを受賞した。この試合は、ロメロが軽量で185.2ポンドと、タイトルマッチのリミット体重である185ポンドから0.2ポンドの体重オーバーをしたため、タイトルマッチからノンタイトルマッチに変更された。2019年2月10日、UFC234 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、 ケルビンがステラムと対戦予定だったが、ウィテカーが当日に、腸の腹部ヘルニアの緊急手術を受け、大会当日に試合は中止となった。世界王座陥落2019年10月6日、1年4ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC243 の UFC 世界ミドル級、王座統一戦で、暫定王者のイスラエルアデサンヤと対戦し、ニ r ールにカウンターの右フックと、 左フックのコンビネーションでダウンを奪われ、パウンドで小負け、王座統一に失敗し、正規王座から陥落した。同大会の監修は57,127人を動員し、2015年11月14日に、同会場、マーベルスタジアムで開催された UFC193 の動員記録である56,214人を抑えて、 UFC の観客動員記録を更新した。2020年3月7日、UFC248 でミドル級ランキング4位のジャレット・キャノニアと対戦予定であったが、1月15日、非公開の理由により試合を欠場した。4月下旬のインタビューで、ウィティカーは燃え尽き症候群に陥っていたことを明かした。2020年7月26日、UFC オン ESPN ウィッタカー VS ティルでミドル級ランキング6位のダレンティルと対戦し、一進一退の攻防を繰り広げて3から0の後、r 判定勝ち。2020年10月24日、UFC254 でミドル級ランキング2位のジャレットキャノニアと対戦。1R に右ハイキックでキャノニアの左手首を折ると、 3R には再びミニハイキックでぐらつかせるなど、スタンドの攻防で終始圧倒し、3から0の判定勝ち。2021年4月17日、UFC オン ESPN、ウィッタカー VS、ガストラムでミドル級ランキング8位のケルビンガステラムと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。ファイトオブザナイトを受賞した。 当初はミドル級ランキング2位のパウロ・コスタと対戦予定であったが、コスタが病気により試合を欠場したため、大会1ヶ月前のオファーを受けた大役のガステラムと対戦した。UFC 参戦中の2015年にフリースタイルレスリングの大会出場をはじめ、同年のオーストラリアカップで優勝した。2017年に2年ぶりにレスリングに復帰すると5月に、 オーストラリアの全国大会であるオーストラリア選手権に 97kg 級で出場し優勝。11月には翌年2018年のコモンウェルスゲームズへの代表出場権がかかった予選大会に 97kg 級で優勝し、2018年3月に代表に選出されるも大会で負傷などした場合の UFC225。 でのミドル級タイトルマッチへの影響を考慮して、代表を辞退した。スタンドを主軸としたスタイルを持ち、両腕を脱力させた空手仕込みの構えから繰り出す、素早いパンチのコンビネーション、左ジャブから変則的な右ハイキックや、右ミドルキックの組み立てを得意するストライカーである。また、試合中にペースを崩すことがほとんどなく、ゴアールをフルに戦う豊富なスタミナとフィジカルの強さも、 合わせ持つ。テイクダウンディフェンスの能力にも優れており、テイクダウンディフェンス率は83%を誇る。ありがとうございます。